秋めくたちからこんにちは、こんばんは。春先にこの動画を編集してるビワマスです。ステージ4、9点の滝までやってきたな、マリサだぜ。ステージ名要塞の山、妖怪じゃなくて要塞になってるのが気になる小型だよ。ということで早速被弾していきましょう。頼むからちゃんと避けてくれ。誘導に失敗したんです。パワーも足りてないから集めないとね。この僕商談嫌いだわ。小さすぎて厳しいところがあるよな。昔どのタイトルだったか忘れましたが、実況動画見てた時、僕商談見て私には無理だって思ったの覚えてます。始める前から戦意喪失してどうすんのよ。どうするもこうするも被弾しますね。そういうことを聞いてるんじゃないのよ。しかもまた P アイテム取り逃してるし、処理が追いつかなくて適当な操作になっちゃうんです。適当な操作ではこの先やってけないぞ。てか今危なかった。危うく体当たりかますところだったわね。ああもうこの僕商談やめて。カラフルな群馬だ、見やすいと思うしかないな。それに速度もかなり遅いのでなんとか対処はできてる感じですかね。僕商談が雨みたいに降ってくるタイプだと大変そうね。やめて考えたくない。てか処理が追いつかない。敵の数が多すぎるんだぜ。お、なんか来ましたね。当たりに行った挙句霊撃消費するんじゃない。ボスもきっと苦笑いよ。あれ、冷静になって見てみたら結構隙間ある。イージーだからな。ここではこれ以上霊撃使わずに済むように注意することにします。中ボス、犬走りもみじの撃破に成功ね。さあ、今度は P 取れよ。なんとか取れました。ここは機械的に切り返すだけだから落ち着いてね。落ち着いてますね。煽らないで。ここから攻撃激しくなってくるんだから二人とも集中して。なんかカラスいっぱい来た。容赦なく撃墜していくのな。だってなんとか X 転倒しないとこのままじゃ自利品なんだもん。あと300万で X 転倒よ。そう聞くと遠いな。まあとにもかくにも上部回収。画面内の全アイテムを収集できるのは便利だよな。積極的にやりたいけどそんな余裕ないんですよね。そこ霊撃使う？時期狙いの弾だが早すぎて対処できなかったんだろうさ。また来たよ僕商談。なぜに高速ショット。この方がダメージ入るかなって。誘導タイプでは低速だと攻撃範囲絞れるから、単体には低速で火力を叩き込んだ方がいいわよ。まあ単体に叩き込む以前に敵の前まで移動してる余裕がないんですけどね。なんとか中央までの結露を開きたい。で、音変わった？ジャース、さては画面下しか見てなかったな。避けるのに必死で。まあ残機を使わずに済んでよかったと考えましょ。ちなみにさっき X 転倒したから残機は残り2ね。霊撃使いすぎだがな。この中断進路がわかりにくいんですって。言うほどきついか。あ、敵いないし上部回収。さあ、4面ボスのお出ましだな。あやややあやややこの子のあやややを生で見れて感激。侵入者の報告できてみればまさかあなたとは。妖怪の山に押し入ろうとするやつなんて大体絞られるだろ。別にあんたら全部に用事があるわけじゃないわ。どいてよ。侵入者の報告を受けてなぜか私が呼び出されたのよ。そりゃどんまいだな。もみじも呼び出されてたよ。私はただの新聞記者なのにね。何が言いたいの？もみじは紹介役の天狗らしいんだぜ。紹介役の後に新聞記者は確かに不思議な招集だな。あなたのことを一番よく知っているのが私だから、あなたの相談ごとにも乗れるかもしれないって上司の粋な計らいね。いい上司だな。しかし悩みの種は山の上に植えられてんだよ。さっきも言ったけど天狗に用事はないわ。山にいる神様に会いたいの。こいつなんか適当に話持ってけば通してくれそうじゃないか。山の神様？ははーん、さてはあの神様のことかな。知ってんのかよ。っていうか天狗の間でも噂になるような神様なのか。何か知ってるの？最近、天狗も手を焼く神様が住み着いたのよ。ほう、幻想郷随一の実力者である天狗が手を焼く、か。どんどん山を自分のものにしようとするし、最近は麓に降りて信仰を集めようとしている、って話だし。信仰を集めている、神様は信仰されてなんぼだろ。きっと、そいつだわ、そいつに会いたいの。どこにいる？調子に乗るようだったら天狗たちが倒すつもりだったので、あなたが行く必要はないわ。せっかくここまで来たんだからいいじゃないの。その神様のいるところまで連れて行ってよ。でも私はあなたを通すわけにいかないの。なんか雰囲気変わったな。私があっさり通しちゃったら見回り天狗たちも納得がいかないからね。結局勝負するのかよ。面倒な種族ね天狗って。さっさと通してくれりゃいいものを。組織に属するってのは自分の意思だけでは動けなくなるってことよ。やめてその言葉私に聞く。さあ手加減してあげるから本気でかかってきなさい。ビワマスはすでに本気でミス連発。ごめんって。手加減はありがたいけど、だったら通してくれればいいのに。ということで4面ボス、最も里に近い天狗、社名丸綾線ね。警戒、幻想郷最速の縄立てじゃないぞ。と言ってもイージーだから大したことない程度に手加減してくれるがな。小玉ブレスレットが落ちてきますね。それ巷でジャボンデリングって言われてるらしいわよ。確かに似てる。寄付、姉の八巷。日本創世神話で猿田彦神が右の御事を導いたことを求めたとするスペルだぜ。八巷っていうのは迷いやすい例えに使われるんだって。確かにどこに避けていけばいいかめっちゃ迷う。だとしても自分か
から狭い道通ろうとするのは理解できないな。しかもその結果霊撃使ってるし。さあ、ポンデリングの真髄だぜ。なんですかそれ、上げ方のコツか何かですか。ここは実質大玉がパラパラ振ってるのと変わらないからささっとクリアしてね。風神、風神この葉がくれ。うわなんかめっちゃ近い。誘導装備だから何も考えずに畳みかけな。でもこれそのうち当たりそうな予感。今回は比較的広い通路が空いてたわね。そこで霊撃は早い。だって目の前に弾幕飛んできたんだもん。弾幕勝負なんだから当たり前でしょ。てかそういえばやってこれでも手加減してるんだよね。だいぶ手加減してるだろ。本気を出したらそこらの6ボスじゃかなわないだろうぜ。そこらの6ボスとかいうパワーワード、うまく正面に捉えられない。ちょっとその間抜けはビワマスには早いぞ。財布、三人とよ。弾幕が届く前に最大限削ります。米粒弾の間が狭くなってきたわね。しれっと控えてる僕商談にも注意な。見た？今の神回避、あれぐらいの回避毎回決めないとノーマル以上のオコンクリアなんて、夢のまた夢だぞ。強すぎなんですよ。やっぱり誘導装備じゃ火力が出ないわね。パワー 2.65 なのも響いてそうだな。ねえ今なんで当たりに行ったの？真面目に戦ったことってほとんどなかったけど予想以上の強さだったわ。おいクリア後ぐらい上部回収しろよ。頭回んない。これなら、あの厄介な神様も倒せるかもね。さあ、その神様のところまで案内して。その神様は、少し前に神社と湖ごと引っ越してきたの。随分と大掛かりだな。この先に新しい神社ができているのよ。そこにいるはずだわ。さあ、目的地が近づいてきたな。山の上に神社？神社はうちだけじゃなかったのかな。ああもう限界。ご視聴ありがとうございました。